はい、こんにちは、サルインです。いきましょい。妖怪ウォッチプニプニの実況をしていきたいと思います。ちょっとね、いつもより、BGM が大きいと思うんですけど、まあなんでかっていうと、まあ KJ の BGM をちょっと聞きたいかっていうか、ちなみにまだ倒してないっていう、ね、なんで KJ を倒そうっていうパートなんですけど、ちょっとパーティー編成が悪いんで、来ましたね、ノリノリの BGM が。ってないのかな、隠し武器の、なんやつ、特徴的なやつがあるけど、KJ に対する特徴はないんですけどね。あ、ちょっと、ダメ、そのパターンダメ。完全に負けパターンなんですけど。だから、基本的に結構うまくやってても勝てなかったから、このパーティーで。BGM を堪能しましょう。なんで、あー、負けた。これは微妙だったな。あー、勝ったら、勝ったら、発動待った方がよかったな。勝ったら、速攻でまた発動できたな。愛してた。なるほど。あ、でもこいつキャンプにできんのか。じゃあまあ勝つのは可能なんだよね。まあ言うて、ちょっともう一回ぐらいやろう。もう一回ぐらいこのパーティー。いや、でもこのパーティーで実はね、今3回目ぐらい。さっきギリギリだったんだけどね、1個前、動画撮る前に。 DJ 感がすごい。DJ と KJ がかかってるんだろう。はないんだよね、このパーティーで。むしろなんか BGM が割と盛り上がっ、どうなんだろう、 今のあたりから盛り上がるのかな。まあいっそ、まあ負けたままにしとけば聞けるんだけどね。それもいいな。それもいいな。ただ流すだけみたいな。まあじっくり聞いてみたいってのがあるけど、まあぶっちゃけ KJ を仲間にすればいつでも聞けんだよね。どうかい、ちゃんと整理しながらやった方がいいかもしれないね。おかしいおかしい、指がおかしい、ちょっとくらい、マジか、これはもったいない、今の詰まった。
無意味に負けた。そう。もう一回だけやろう。このパーティーでも勝てると思うんだけどな。私が下手なだけ。まあ言うてレベルとかも揃ってはいないんだけど、まあそれでも勝てると思うんだけどね、全然。うまくやれば全然勝てる。イエーイ。乗ってるぜ。ノリノリだぜ。ノリノリだぜ。ノリノリだぜ。にこだわる場合じゃないかな。いいでしょう。上等だ。しょうがないな。秘蔵の人を出そう。この人を出すだけで勝てるかなって。スピーチ姫ね。スコアキープしたいけど、勝ちにこだわらない。いや、しゃあないか。多分これだけで勝てると思う。スピーチ姫とビーチ姫のタッグが最強みたいな。まあ、私のモチーフだとね。まあ、これで余裕でしょう。火力が団地だからね、2人いれば。イエーイ。本当はスコアップとか欲しいんだけどね。まあそういうの言ってられないからね。できればスピーチ姫の方を揃えたいんだけど、あったね。いやー、ちょっと邪魔やなー、これ。門芸ですよ、門芸。よくわからんて。負けないぞ。それで、これで、まあ、さすがにね。さすがにね。うん。勝たないとね。いくぞ。イエーイ。こちらがスピーチ姫だね。そうね。ちゃんと、確実にいいのに出ていく。これはゴージャスやってからスピーチ姫叩ければ一番うまいけど、まだだからゲッタラボーイに勝ちってのはいいね。ゲッタラボーイ最強なんだね。まあ私はヤマタン持ってないからっていうね。一回、あ、そう、今めっちゃ繋げたのにな。一回使っちゃうか。
ったけど思ったより全然来なかったな。とにかくスピーチ姫とゴールすればいい。あー残念、とても残念。いいよ、下手くそか、下手くそだな。あ、いらねえ、間違った、共存できねえから、これ共存できねえから、めちゃくちゃになるわ。どうなの、これ共存できるのかな、もうわけわかんないよ。どうなったなって、全然回収だけでいかなかったな、うん、これは共存できないと思うんだよ。いただけたかった、いやー無理ですよ、間に合わないですよ、もうちょっと早ければ。あれ負けちゃった。いやだから今のはプレミでしょ、完全に。うん、ずらしでよかったし、やってくれたな。あれ勝てないぞ。いや別にナメプしてるわけじゃないですよ、私ね、レベル50のキャラってあんま使いたくないんですよ、ほんと、もったいなくて、ね、経験値が入らないともったいないんです、もったいないお化けが出ちゃうんですってでも多分効率云々言い出したらね、もっといいやり方あるだろうって話になるんだろうね。うん、いいんです、いいんです。カビラさんの言ってた、カビラさん、いいんです。ゴージャスゴージャス、なんかスピーチ姫が甘くないんだよな。ゴージャス、ゴージャス、ゴージャス、ドクタロボーイの音量に立ち上がる音量、あ、いい、あ、ちょっと触れない、なぜだ、なぜ触れないですか。ゴージャス、あー、あれゴージャスが溜まってなかった。で、ここの後に間髪入れずに、しかし、邪魔だから、どうして邪魔して、やっぱ偉大、激しい、めっちゃそれみたいなね。ああ、久々ですね。そんな、まあね、まあねえじゃねえ。プリチ族で最大ダメ3.5はいかんかったか。これね、結構難しいんだよね。まあ言うて、デカプニとか吹っ飛ばせばいいらしいけど。いまいち分かってないんだよね、その最大ダメージっていう。まあ多分一撃のダメージなんだろうけどね。うん。やったぜ。じゃあ次は、こいつね。モンゲー、あ、あいつは、ダダーン1,2,3,4! 髪の毛すごい。ここがオイラの演奏を聴きたい奴らがいる場所は、カミナロスゴロー、こいつにはひどい目に遭わされたよ。どうやら彼らには因縁があるようですね。全員オイラのドラムで知らせてやるじゃん。こいつは技ゲージを減らす攻撃をしてくるよ。技ゲージを減らす、あー、そのタイプ無理。手が空いてるようです、しっかり準備してみましょう。はっ、どちらでもかかってきな。強そう、暇つぶしね。そう、とりあえずね、特攻があるんだけど、ただ技ゲージ減らされるの嫌なんだよな。なるほど。とりあえずこれ、いつは次回、処理しましょう。多分勝てない。現状じゃ勝てないと思うけど。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイです。